ですね、豊島園、はい、これはちょっとね、一緒に行きましたというか、うん、豊島園というともう豊島園、あの遊園地なんで、うん、私一人じゃ非常に厳しいものがあったんで、ちょっと、うん、来ていただきましたけど、まあ、駅前こんな感じで、ね、実は豊島園というと、まあ、これ、西武の、ね、豊島園線の豊島園の駅の方ですが、で駅前も降りたらすぐ遊園地があってって言いますけど、まあ、暑い日でしたこう中に、暑い中みんな遊園地に向かってますので、ね、実は調べるとここもともとお城の跡なんだって、豊島園っていうここの敷地がね、ここの園内にほら川があって、この園内にこう横切りとかの端っこの方をちょっとこう横切るここのより北側の方がもともと後ろの敷地だった。それをこう前戦後個人の人しかもその豊島さんっていう要はそこの殿様が持ってた練馬城っていう、だから練馬のお城っていうのの跡なって、でそれをまあ個人の人が買い取って結局まあ公園にしたりとかしたっていうのが、まあ、この豊島園になる。でいろいろね、豊島園っていうのは例えば流れるプールって、うん、あれも日本初がここだったりとか、なんかいろいろなね面白い、なんかウォータースライダーでかいやつとかも、うん、大体ここが最初の日本とかっていうところらしいよ。でまあ遊園地なんでせっかくなんでね、中入ってなんだっけこれ、エリーゴランドとかあったりとかね、あとカピバラがいたりとかね。でも暑いからもうみんな寝てたじゃん。ムンベンダラリンズなんかしてたんちゃうけど、こうアヒルとかね。これが、あ、そうそう、ここがなんかほら、さっき言った川で、これほら、なんか乗り物がこうあって、うん、水をかぶるやつ。そう言われたらうん、この川があったりとか、ね。これはちょっとね、面白かったんですけど、これ乗ってる時に撮ったんだ。撮ったんだよ、うん、水をかぶる前にとか、うん、あとこの有名な、なんだっけこの、分かんない、こうなるやつね、なんつったっけ、うん、海賊船みたいな、うん、あ、これもツイン構造になってたじゃない、2000、2席こうあって、うん、このツイン構造っていうのはここが初めてだ。へぇー、有名、1個しか覚えてなかったけどね。あれ、そうだったっけ、2個動いてたっけ、動いてないと思った。でまあ、せっかくなんで中のレストランで、まあ、カツカレー行ったりとかしましたけどね。でこの時もね、練馬ジャズ祭、なんかジャズフェスみたいなのがやってて、バンドの暑い中バンドの皆さんが頑張ったりとかしてたりとか。でこれがね、なんだっけ、ミストシャワー、暑かったから、ね、これが非常に気持ちよくて、でなんかあれだよね、こう豊島園っていうと、だから遊園地の前に俺はどっちかというとこの釣りの方のイメージが非常に強いんだけど、ここのプールもね、さっき言ったように流れるプールが日本初だったりとかっていうように、その割と東京の遊園地の中でプールが結構目玉だったりとかっていうのは。ああ、そうよ、だってプールって言ったら豊島園だよ。やっぱそうなんですね。あと、あ、そうそう、ちょっと写真には撮らなかったけど、ね、この日コスプレ、ね、コスプレイヤーの人、うん、あれもね、あれもここが最初なのかどうかわかんないけど、最近そのここだとかサンリオピューロランドとかああいったところで、後でやっぱ調べるとこの日ちょうどだから、そういう日を設けてるんだって、コスプレパーティーじゃないけどね、コスプレの、だからいつもやってるわけじゃないんだって。あ、そうなんだ、うん、コスプレフェスみたいなやつで、ちょうどあの日がそうだって、なんかいっぱいね、コスプレの人たちいたけど、なんか写真撮らせてもらえばよかったね。で、まあ、なんだっけ、園の外に出るとなんかこういうの、これなんかね、インド料理屋、なんだっけ、タイ料理屋とか、なんかアジア料理のっていうのがちょっとかな、カレー屋さんとかね、あったりとかして、で駅前の、まあ、商店街がまあこういう風な形になって、まあちょっと本当に一角みたいなところだけど、結構ね、お店とかもちょこちょこあって、で、かき氷も暑かったから、で行ったら、ここのお店って、なんか、割と始めたの最近って感じなんですよ。
で、そう天然氷の日光の方からなんか取り寄せてっていうのは非常に美味しくてね、なんかふわふわだ、ふわふわでね、やっぱりあんまりキーンと頭に来ないっていう、優しい氷ね、こういう氷もちょっといただいて、まあ遊園地だけだとちょっと、ね、街歩きにならないんで、せっかくだからこの辺の街をちょっと歩いてきましたけども、でと言いながらまた神社仏閣に僕は魅力もあるとか、白山神社、ちょうどなんかお祭りの準備かなんかしてたっぽかったけど、まあ、こういうちょっと歩くとね、こういう神社があって、またあうんがねいたりとかして、頭の上に何かお餅がね、こっちお餅っぽいね、こっちはなんかちょっと尖ってるみかんみたいなっていうところをね、これはなんか真ん中にあったちょっとちっちゃいお稲荷さんで、これがね、なんかちょっと鳥みたいになっちゃってるかわいい、ね、鳥みたいっていうとこは、あ、これはまたちっちゃい、ね、アウンがいたりとかで、ね、かわいいアウンがいて、この辺もなんかね、意外にお寺とか多かったな、ね、ここ一角がちょっとお寺だったりとかっていうのはここだけど、まあまあ、やっぱでも豊島園メインですね、ここら辺はね、で、遊園地メインみたいな、ね、ところはありますけど、まあ遊園地行くだけでもまあ楽しめたから良かったんじゃないでしょうかという豊島園でした。お疲れ様でした。